どうもこんにちは。世界的 VIP ゲンエです。前回ですね、ドコモのスマートフォンだったりフィーチャーフォンがですね、LINE 使えなくなりますよっていう動画アップしたと思うんですけども、秘宝です。au も同じく使えなくなると、しかも9月中旬以降に終了するということが分かってしまいました。ちなみにですね、対象機種は au は3つでございます。フィーチャーフォンタイプのものなんでございますけども、アクオス K のシリーズですね、SHF313233です。ちなみになんですけども、 LINE のバージョンがですね 8.17.0 未満の場合も使えなくなるんですけども、 Android 4.4 以降および iOS 10以降の端末であれば LINE アプリを更新することで使えることができますよということを言っております。ちなみにですね、今のところソフトバンクはまだ分かってないんですけども、そろそろ出てくるんじゃないかなと思いますんで、いろいろ情報チェックしていきたいなと思うんですよ。で、今回ですね、 SHF33 が対象機種ということで、僕 SHF33 持ってるんですよ。これ使ってました、ずっと。これです、 au の。これ何がいいかっていうと、やっぱりですね、いわゆる au はガラホガラホって言ってたんですよ。こういう機種のことをずっとガラホで、これ LINE が最初からプリインストールされていて、 LINE が使えるフィーチャーフォンですよということで売り出していて、めちゃくちゃ良かったんですよ。確かに LINE ができましたけども、できなくなっちゃうということが分かりました。ちなみにですけど、3年以上前の話なんですけども、その時ですね、僕スマートフォンをやめて全部これでやってました。 LINE はこれでできるし、ちょっとネットを見たいなっていうくらいだったらタブレットがあるし、がっつり調べ物したいんだったらパソコンあるし、これでいいやということでスマートフォンをやめた時期があるんですよ。で、しばらくこれ使ってたんですけど、半年ぐらい使ってたんですけど、結局またスマホに戻ったっていう感じなんですね。で、これまあめちゃくちゃいい機種で、カメラもですね、画質がいいし、動画とかもちゃんと綺麗に撮れるんですね。で、やっぱりね、何がいいかっていうと、この折りたたみ式っていうのは電話がめちゃくちゃしやすいんですよ。すごくしやすいし、バッテリーも結構持ちますしね、非常にいいです。で、皆さんご存知だと思うんですけど、僕ね、いろいろね、入れてるんですよ。初期状態だとこのようにならないんですけども、僕がですね、アプリを無理やりぶち込みまして、ドロワーもね、作ったんですよ。ここドロワーってあるんですけど、これ押すと、僕がですね、無理やり突っ込んだアプリがここたくさんあるんですよ。なので、遊び勝手はね、非常にいいんですよ。アベマ TV とか入れましたし、LINE ミュージックで音楽を聴いたり、ニコニコ動画とかニコ生も入れましたし、あと、この LINE ライブを見ようと思って入れましたし、なんかいろいろね、入れたんですよ、結構。ラジコとかスカイプも入れましたしね、こんな感じで、ね、遊べるかなと思っていろいろ入れました。使い勝手はガラケーのままなんですけども、結構たくさんコンテンツが使えると。でですね、あと一番いいのは何かっていうと、ガラホってタッチクルーザーっていう機能があるんですよ。ここ矢印マークが出てると思うんですけど、この時はこうなぞることによって、あのマウスカーソルが出るんですよ。こういう風に、こういう風に出て、こういう感じで、ほら、下に行ったり上に行ったりすることができるんですよ。こんな感じで操作することができるのも面白いなと思って使ってて、まあ気に入ってた機種なんですけども、残念ながら使えなくなってしまうということでございます。非常にですね、悲しいんですけども、まあ受け入れなきゃいけない現実だなという感じに思いました。このようにですね、いい機種なんですけども、まあ LINE が使えなくなるって結構ね、僕にとっては大きいので、本当やりとりって基本 LINE とかが多いんですよね。みんなそうだと思うんですけど、使えなくなるということで非常に悲しい現実がやってきたというお話でございます。お疲れ様でした。